はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、リリアちゃんです。今日でね、5回目、6回目、それぐらいショートだったんですけど、伸ばしたいって言って一回ボブにしたのかな。でもそっから今度ウルフにしたいってなって、今襟足をね伸ばしてる。で、今日結構伸びたんで、この辺切っちゃって、ここは残してね、切ってサイドももう少し切って、もうちょっとこうウルフ感しっかり出していこうかなって思います。じゃあ早速いきましょう。ここはどうするかな。ここ長い方がいい。どっちの方がバランスいいでしょう。バランスはどっちでも取れるかな。これぐらいに合わそうかな。そしたらここがなんかシュッて見えるからね。前髪はもう普通で、普通でこれ長いね。ちょっと長い。あとリタッチ、まあこれブリッジしてるからな、まあちょっと馴染ませようかな。はい、ベージュアッシュっぽい感じ、
今日はこの伸びたリタッチと毛先にね色味をのせていきます。使うカラーはイゴラロイヤルピクサム F のねインディゴとプラチナ、これ使ってやっていこうと思います。
本日の仕上がりがこちら。アウトラインはね変えない でこう伸びてたボリュームとサイドはね顔周りとね耳周りと結構すっきりめに切ってウルフスタイルに今日はちょっと仕上げてみました。はい、ずっとねウルフにしたいなって言って伸ばしてたんで今日で完成です。で今日ねカラーもしたんだけどインディゴで染めました。でね毛先はブリーチしてたからねもともとねちょっとつながるかなって思ったんだけどもう綺麗に馴染んでね赤みもない感じで、はい、綺麗に染まりましたね。最近ねウルフスタイル人気なんでねカジュアルだったりちょっとお姉さんっぽかったりもねなるんじゃないのかなって思います。まあ、ちょっと巻いたりとかしてねアレンジも効くと思うんでウルフちょっとやってみたいなっていう人はぜひチャレンジしてみてください。チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。モデルさん随時募集してるんで概要欄からぜひ応募してきてください。じゃあ今日こんな感じで終わりたいと思います。また次回。